今日の鉄鍋満腹道場はポットローストです。材料は豚塊肉 600g ぐらい、セロリの葉っぱ、ローズマリーが 2,3 本で、セロリの茎を薄くスライスしたもの1本分で、人参1本分、これも薄くスライスしてあります。で、あと玉ねぎ1個分、これも薄くスライス、そしてニンニク3個分、これも薄くスライスしてあります。あと白ワインが1カップ、あとバターが 10g、 味付けは塩コショウをお醤油でします。で、調理に入る30分ぐらい前までに、お肉に塩コショウをして味をなじませておきます。それではダッチオーブンをプレヒートします。で、ダッチオーブンからしっかり煙が上がってきたところで油を拭きます。はい、じゃあここにお肉を入れていきます。表面ね、しっかりと焼き色をつけます。で、お肉の側面を全部こうやって焼き色をつけていってください。そうすることで肉の表面がシールをされて、中の旨味が逃げにくくなってジューシーに仕上がります。ポットローストはローストビーフと違って蒸し焼きにします。で、蒸し焼きにすることによってお肉がしっとりふっくらと焼き上がります。一旦火を止めてお肉を取り出して、結構油が出てますので一回油を拭き取ります。すごいですね、この油、こんなに油が出ています。これを拭き取っておかないと結構油っぽいと思います。では油を拭き取ったダッチオーブンの中にお野菜を入れていきます。ネギ、ニンニク、玉ねぎ、ニンニク、セロリ、ニンニクも入れて、で、火を入れて、ちょっと一混ぜて、上にお肉を戻し入れます。で、セロリの葉っぱとローズマリーも入れます。ローズマリーで、白ワインを1カップ、で、蓋をします。で、火は中火から弱火ぐらいにします。で、この状態で4、50分火を入れていきます。はい、じゃあ火を入れて45分経ちました。中の様子を見てみましょう。おー、すごい。すごい水分が出てますね。野菜とワインだけでこんなに水分が出てます。もうお肉には火が通ってることと思います。ちょっと刺して様子を見てみましょう。よいしょ。肉汁も透明なのしか出てこないので大丈夫だと思います。では一旦鍋からお肉を取り出してソースを作ります。
でお肉を取り出した鍋の中にお水を少しと、あと白ワインを少し入れて少し煮詰めます。これは分量外ですので、ちょっとこの野菜から出たお汁の味を見てしてください。少しじゃあ煮詰まってきたところで一回火を止めて、中身をこしだ、スープをこします。ちょっとごついのだけ、野菜だけ大まかに、中のスープをすっかりこしてしまいます。麺棒をしてグッグッとこして野菜の水分をスープの方に移していきます。全部こして中に入れなくてもいいと思います。水分だけ落とすような感じで、ザルの中に残ってる野菜から水分出すような気持ちでいいと思います。はい、上の野菜から結構水分がしっかり抜けたと思います。どれくらいの量になってるかというと、これぐらい。でこれをちっちゃいスキレットに入れて味を整えていきます。はい、じゃあちっちゃいスキレットにさっきこしたスープを入れて、でバター一かけ入れます。よいしょ。で弱火にします。そうそう、あんまり煮立たせないようにします。で少しお醤油を入れて、で軽く塩コショウします。バターが溶けたところで少し味見をしたいと思います。これがグレービーソースです。あと、まあ、味は好みがありますので、もう少しお醤油がきつい方がいい人もいれば、お塩がもう少しきつい方がいい人もいると思いますが、あとお肉にはわさび醤油や柚子胡椒とかつけたり、あとマスタードをつけて食べても美味しいと思います。まあ、その辺のことを考慮してソースのちょっと味を決めたらいいと思います。はい、ではお肉を切り分けていただきます。欲張って太く切ってもいいと思いますし、薄い方が食べやすいと思います。柔らかそう。肉汁が染み出てくるのが分かりますか。結構トロトロです。はい、ポットロースの完成です。私らは柚子辛いのが好きなので、柚子胡椒と唐辛子の強い柚子胡椒とマスタード、あとグレービーソースでいただくことにします。ではいただきます。